電気つけるぞ。つけたら 100% 来ます。これだけは言える。100% くれ！うわあ！本当に来た！はい、監視室来ました。何が映る？一階。二階。え、これ何？この黒い影ってさ、幽霊じゃなくて、ただ黒い影になってるだけ。だけだよね。この黒いやつってね、この黒いやつって角ただの影だよね。うん。この黒いのもいい。最上階来ちゃった。やばい、タワーオブテラス。やばい、タワーオブテラス。いや、ラスボス前の道みたいになっちゃってるってもう、これ。逃がさない、お前、逃がさな、お前の前のさ、お前の逃がさない、逃がさない、まだまだに、キロちゃん、許せん、死ぬ、許せん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 、ちょっと待って、なんだこれ。俺が実は不倫してた。俺、不倫してたの俺。え、俺ってなんか、実はゴミ？下がっていっている。下がっていってくる。下がって向かって、下がってどっか行ったよ。うん。うわぁ！この度は、誠に申し訳ございませんでした！すいません、謝ったんで許してもらっていいですか？俺が本当に悪かった。あ、ダメっぽい。1ミリも腹の虫収まってないこれ。やべえ、アドレナリンドバドバ、ドバドバ、ドバインドバドバ、うん、血もドバドバ。もう、怖いよね。光の速さで逃げたいよね。娘の7歳の誕生日はどうなったの？これ。ケーブルがない。もう、この状況でさ、探索させてくんのマジで鬼畜だって言って、もう怖くて探索どころじゃないんだよね。ケーブルがない、わかった。なんか足跡ある。なんか足跡ある。関係ない。足跡だよね、これ。テクテクテクって言って、こっち、外に、あれ？一体全体、こいつはどういうことだい？白髪のおっさん出てきた。ケーブルと一緒に。誰？何も映らない。金庫みてえのある？金庫？あ、これか。あ、ダイヤルだ、これ。あ、全然わかんねえ。あんたなんか知らない？あんた。ヒントない？これだけだと情報がなくない？どこを起点にしたらいいのかも全然見えてこねえし。60。なんかガチャって開いちゃった！なんで？謎を解く前に終わったんだが。取れたって！あ、ビデオテープ入ってないんけ、これ。それ映るわけねえで。挿入。もう電源ボタンポチー。真実を教えろ。我に真実を教えたまえ。何が起きていたのか。過去に何があったのか。我に教えたまえ。どういう画面だ、これ。どういう画面だ、これ。大事なことだから2回言った。どういう画面だ、これ。3回言ってしまった。何も起きない。ん？何？何？どこ映してんのこれ。コピー機？はい？パソコンの前。なんて言ってるかわかんない。いや、空白の時間長いな。おトイレだね。おトイレポチャポチャ。おトイレ水回りポチャポチャしてる。いや、意味がありそうで意味がないやつなの。何これ。意味がありそうで意味がない怖い系のビデオ。女の人と愛して。I love you。 さすがに玉木コーチが出てくるって。俺の中の愛してるよ、ベイビー。
やばい、やばい。愛してる、愛してる。あ、めっちゃ追ってきてる。愛してる。 I love you。 I love you でごまかしたい。 I love you。 監獄みたいになってる。なんで、いけるいける。うわー、ダメ。死んだ、死んだ、死ん、何この演出。エンディングみたいになってる。エンディング流れ出した。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。巻き戻しってどこまで巻き戻してる、これ。あまりに全部巻き戻しすぎじゃないか。え、え、最初からやり直しになるパターンある。途中からやり直させて8回だって言ってるぞ。サポーターの数尋常じゃない。すげえな、さすがに。スチームレビューのご感想、いや、めちゃくちゃ怖い。今作やべえ、怖いわ。結構過去1レベルに怖い。チラズダート作品の中でも過去一レベルに怖かった。雰囲気やばい、マジで。どん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 チラズダートの作品、こう、コラーゲームとしてクオリティがこう上がってきてる。ミニゲームとかね、ちょっとなんか、なんだろう、アクション要素みたいなものとか入れてくるからね。そういう意味でも。エンディング1。ゲットエンディング。これ最初からになる？最初からになった場合、俺はもう耐えられません。一からやりなさいとか言われた場合。え？落ち着き警護？落ち着き警護してんだ。エンディング1。今のお付き警護視点ってこと？続きからだとどうなる？プロローグ11回、こっからできるのか。ここで金庫を開ける。マジで謎なんだよな、これ。真剣に謎を解きたい気持ちがあるんだけど。何度見てもわからん。なんだ、これ見れるぞ。血で汚れた蓋？蓋の汚れどうにかしたら取れそう。これか？これがヒントか？血で汚れた蓋？どうにかしたら取れそう。トイレ、トイレ、トイレ、水流れるか？で、この段階で水流れんの？さすがに水流れな、電気通ってるか、水も流れる。水道光熱費払ってるんじゃないの？流れ？だよね？神じゃん。2本の線が書いてある。あ、こっちか！蓋を取って、蓋をはめると、あ、9時30分？ 9時30分ってこと？俺なんで最初行けたんだよ、マジで。マジでなんで行けた？それに関しては。奇跡以外の何者でもないぞ、普通に。こっちが単身ってことか。ん？これで9時、ちげえわ。いや、違くねえか。いや、なんも起きない。うんともすんとも言わん。おい！なに？いやー、左側は多分逃げてもなー。ダメだし、エレベーター側も行けないから、牢屋の鍵を見つけるとかいう可能性もあるな。牢屋の鍵、
格子の鍵を開けるための鍵を見つけて、で、格子から逃げるか、まあ、はたまた違う逃げ道が最初から用意されているかとか、その二択な気がするけど、こっち行ける？うわ、ダメだ。やばすぎ。いや、追われるしかないっぽい。うわー、でもチェイスには自信がありにき。ありよりのありよし。右説ある？待って。待って、なんか、やべ。待って、待って。やばい、なんかあった。やべ、ミスった。ちょ、待って待って待って、おつけ、俺冷静になれよ。何年ホラーゲームやってきたと思ってる？追ってきてる。なんだこれ、パスワードか？パスワード打ってください的な構図ではある。で、あいにくつか敵の移動速度はそんな速くないから、猶予はある。なんだ？最初の絵だな。娘と自分とあれの絵。いや、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。何を打ち込むんだ？誕生日とかか？娘？いや、こんだけ散々擦ってきた娘の誕生日って何度も擦ってきた。俺が言うくらいだから娘の誕生日説。娘の誕生日わかんねえよ。わかんねえ。いつだったっけ？カレンダーめくったよな。10月23だったっけ？え、俺瞬間記憶能力？いや、ちょっとショートカットしてくんのやめて。なんでいつもさ、後ろからバカみたいに追っかけてきたのに今回ショートカットしてくんだよ。結構距離離してる。1023いきます。一つずつしらみつぶしにやってく。間違えて変な押しだった。もう最悪。嘘だって言ってくれ。やだ。やだやだ。もう一回ビデオ見るのやだ。距離取れ。大丈夫。遅い。捕まらん。そんな遅いスペースじゃ捕まらんから。大丈夫。4桁じゃない、まず。まず4桁じゃない可能性がある？違うとこ探索しに行った方がいい可能性ある？いや、それはないな。それはない。もう絶対娘の誕生日としか俺は思いたくないし、思えない。一回多分エンター押さなきゃいけないパターンじゃない？してリセットしないと。してリセットする。エンターがない！え、リセットされた。こう数値がリセットされました、今。1022、なんて言ったっけ、俺。最初なんて言った？ 10、あれ？俺なんて言ったっけ？ 1023 って言ったよな。1023行くぞ。落ち着け？大丈夫よ。今日に話してる。冷静になればいける。ちょ、待って、今気づいた。違うことに気づいた。何が違うって？数字が違うのよ。俺が1023と思って押したボタンが全然7893みたいな感じだった。全然違う。押すボタンが全然違った。1023押したかったけど、1023押せてなかった、今。うん、ちょっと待って、一回リセットさせてもらいます。え、数多くない？ 6 桁？ 6 桁の数字？いや、わかんない。ごめん、一回1023だけトライさせて。本当にお願い。もうなんか、何周してんのって感じだけど。いや、反応しないって。え、リセットされてなかったって。なんで？一回エンターを押さないといけないパターンか？ちょっと待ってくれ。終われながらこれやんの、鬼畜すぎるやろ、普通に。普通にきついんだけど。ちょっと待って。え？あ、リセットされた。オッケー。次。ゆっくりでいいから、焦る必要はない。いや、誕生日以外考えられん。え、なんか数字あったっけ？本当に。え、問いたい、みんなに。数字あった？このゲームで。他に。なんか数字。6桁とかの数字。近くね？危ね。なんか近づかれてたっぽい。なんで、毎回同じルート辿ってんのになんで距離。あれなの？そんなに近づかれちゃったの？今。教えてほしい。なんでか教えてほしい。待って。来た！
来たけどどうなった？ここから行けるようになったってことか。俺の読み、俺天才だ、ガチで。ガチ天才。なんで覚えてんの ?1023 とか数字。よしよしよし。よし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 。これで落ち着き敬語じゃなくて、娘がいる、俺視点になったってことなんじゃない？これ。どこだここ。落ち着いて聞いてください。つってなんか医者出てきそうな雰囲気あるな、これ。落ち着いてください。あなたは生きています。いや、まあ、それ見ればわかるんだけど。なんだ？何が起きた？娘だ！マナ、マリコ？マリコと、なんかお母さんいる。やっぱママだったんだ、あれ。抱きしめたい。娘を抱きしめたいよ。ふっ！お前、うせろうせろ邪魔者邪魔者うせろうせろうせろ悪霊大佐悪霊大佐ドーマンセーマンドーマンセー、いや、すっごい、めちゃくちゃ浄化される BGM が、ホラーゲームとは思えないぐらい、すんごい落ち着いたクラシック、クラシックかわかんないけど流れてます。もうなんか、寝そう。余韻に浸れそう。映画を見た後の余韻みたいなね、心が浮くような感じあります。最高。終わったって！